やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。これが倍率、これが。はい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 、はい。で、まあ、一応2倍ぐらいで。え、すげえ。左手で押さえて、右で上に上げて、ここまっすぐ引いて、下から。え、これでできてんの？で、多分いける。あー、なるほど。で、合わせて。あー、すげえ。で、ちゃんと飛ぶね。ちゃんと飛びます。結構まっすぐ。多分20メーターでジャスト真ん中、十字の真ん中飛ぶように設定されてる。20ちょっといっか。あ、できた。弾がない。おい！当たった当たった。安全装置があって、これめっちゃいいじゃん、うん、面白いですよね。俺エアコキってそんな飛ばないと思ってたわ。めっちゃ飛びます。初速多分同じぐらいだと思う。ブリアキさん、こちらの銃なんて名前なんですか？こちらの銃は東京マレーシアの VSR10G スペック。エアコキスナイパーでかなりもう人気みたいで。すげえ。でこれがベクターオプティクスのフォレスターっていう、多分ミドルクラスぐらいのスナイパースコープ。はい。じゃあこっちちょっと黄色かしくなっても多くないですか？少なくない？いやまあ別に俺は自分で悪いけどな。殺すって。俺もお前も殺すよ。全員殺すよ。お前みたいに殺すとか違う。セクサー。必須なんで。お腹いっぱいです。マジで。多分正面向いてる今。ちょっと直した。左一人。怖い。ここちょっと車線が。当てたやろ今。おい何ちょっと迷ってんだよ。いや銃かと思った。ワンワンだ。いいねー。いいよ。いで。サンミさんとシャカさんのワンワンです。3、2、1、3。うまい！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 はい、レディー。3、2、1。赤くなってますね。よかった、実銃じゃなくて。はい、はい、攻めるのが D フラッグですね。ここです。はい、D フラッグに、相手のフラッグがあります。で、サイコパスになるんですが、選ばれた方、アナウンスありましたら、今つけてる赤いマーカーですね。これ取ってください。で、セレクターをフロートに入れて、隣の味方をバリバリします。第三勢力ですね、出てきますので。気をつけてください。サイコパスに選ばれた方ヒットしてもヒットアピールしなくていいです。痛いだけ。こうやって当たったらそっちにできるなと思って大丈夫です。選ばれた方、僕が手を握りますのでご注意ください。では足踏みお願いします。音で分かんないようになる。
2分経過しましたらマーカーを外していただいてセレクターフロートにしていただいて全員打ってください。違うわ、そんな分かりやすいことせん。ここにいても危ない。結構そういうゲームだと。今の続きは俺が最高じゃないという指摘。今からゆっくり後ろ数えて全員殺してやる。フラグ取ったら OK だよね。2割でオーバーにできます。でもね、でもね、人間って右回りに行っちゃう傾向があるんだって。コンビニとかディズニーとかも右回りをするに前提で作られてるんだって。それを加味してどうする。右回りよし、右ソアリンってディズニーシーって大体さ、すぐ左行かないとさ、トイストーリーも乗れないしさ、タワーオブテラも乗れないから左行か、お前さ、くちゃくちゃそんな右回りとか左回りどうでもいいんだよ。俺先頭行くわ。死んでくる。どうしよう、急に。怖い怖い。目ラリってるよ。目ラリってるよ。それではゲームを開始します。はい、行くぞ行くぞ。最高ゴー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 行くぞーい。さて、右回りから、黄色チームは全て行ってる。死にたい願望のあるタイヤは、当たり前に一番前。さあ、この夫人どうなるか。いやいやいや、右奥にいるね、ここにいるね、ここにここに敵がいる。関さんもう関さんどうしたの。関さん大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。気を失ったぞ、気を失ったぞ。俺はもう置いていけ。マジ戦場でまだみんな戦ってるんだ。戦場に戻れ。どこが痛むんだ、どこが痛むんだ。足の感覚。言わない方がそのお前のためだ。どうした、どうした。お前の受け取った、お前の受け取ったぞ。必ず届けるからな。
武器も武器も持ってかれた武器も持ってかれたもう何もないこれはいるね撃ちゃってる撃ちゃってるはいナイスキル関さんの肩身でワンキルしかしマガジンがない戻らないって死体はどこだ死体はどこだ死体死体死体やべこのままじゃ風化しちまうどんどん植物に飲まれていって帰っていっちまう土にここに太い木ができちゃうよ太い木が立っちまうここにそこには家族が待ってんだよ元気走れさあ、やばい一人やった一人やった5、4、3、2、1、終了終了よく走った元気よく走ったおい戦友を助けに行くぞまだあいつの息はある今行くぞ声を上げてくれいた開始1分で左肩撃たれてしまったよく走ったな酸素足りてない今背中が痛いもう背中が痛いエンタメの方が脳みそ分かってるからさ、うん、後で疲労が来るな